はい。皆さん、こんにちは。えー、糖尿病になった親父です。で、今日はですね、えー、私、今月から横乗りで、えー、通満体制で仕事をしております。で、今、ご覧の映像はですね、私が横乗りで広島に行った時の映像です。 でこれはですね、荷物を降ろして山口へ帰るときの映像となっております。私はですね、助手席から GoPro を持って撮影しております。なのでね、こんな映像が撮れます。で、まあ、これは助手席からのこんな景色が見えるというところですね。これは今ですね、広島市内。 国道2号線を走っております今、これはですね、えー、西広島バイパスの右の上に映っているのがね、ここから折り口です。で、まだね、工事が完全に終わっておりません。このバイパスがね、どんな感じでつながるのかは、ちょっと私はわかりませんけれども、まだまだね、これはね、まあ、ゆくゆくはここの西広、 バイパスが今ですね東広島バイパスというのも作っているのでそこから八本松から西条にかけて完全にできるものと思います。はい。もうその頃にはね私はもうあの小田物になっているんじゃないのかとね。まだまだね10年20年先になるんじゃないのかなと思っておりますけれどもはい。でこんな感じでじ あのー、助手席で、私は、まあ、今ね、あのー、他の仕事を覚えているというところ、感じです。で、ここからですね、西広島バイバスに乗れるよというところの映像であります。で、ここからですね、約山口県までね、あのー、私の会社に帰るわけですけれども、 約2時間、2時間半から3時間ですね、かかります。もう、あの、お,お昼、お昼を少し回るのでね、もうノンストップで山口に帰ります。もう3時間、3時間弱でね、帰りますので、はい。で、今日はね、そこ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 天気が良くて、そこそこ天気が良くて、 少しねあ、まあ日差しはあったんですけども、あのー、肌寒かったですね。はい。こんな感じで進んでおります。ここはね、ずっと、あのー、高架道路になっておりましてね、で、ここから太田川がね、少し見えてまいります。ちょっとね、高台です。で、右のマンションを見ていただ,いた,だいたら分かるようにね、かなり上の方をね、 走っております。こんな感じです。太田川がね、見えます。はい。こんな感じですよねー。で、まあ、私はですね、もう、この道はですね、完全に覚えております。覚えておりますので、まあまあ、あのー、荷下ろ場に行った時の、その、どういう感じで荷物を降ろす。 だとか、下ろす場所などをあの相方さんに教えてもらうと約ですね、2週間ほど教えてもらいました。はい。まあ、親切、丁寧に教えてくれる子なのでねあの、私は年を食っておりますが、なかなか覚えきれないんでね、あのノートを持ってですね、いろいろ勉強させていただきました。はい、そういうところで、この動画は 以上になります。それではですね、皆さん、ご安全に運行なされてください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。